淡路島モンキーセンターでは今年も猿の出産がピークを迎え、その愛くるしい姿で観光客を楽しませています。野生のニホンザルを間近に見られる淡路島モンキーセンターでは、5月13日に最初に赤ちゃんが誕生して以降、37匹の赤ちゃんが確認されています。クリッとした黒い瞳が愛らしい赤ちゃんザル、すくすくと成長していて、母親に抱かれどこへ行くのも一緒です。可愛らしいですね、はい。まあ、1週間ぐらいで親から離れて、まあ、よちよちと、親の周り、まあ、5メートルぐらいの範囲を、はい、歩き回ったりするというか、若干今年ね、出産のが遅れてますけど、でもまあ8月の中旬ぐらいまで出産が続くと思いますけど、はい。センターによりますと、6月から7月にかけては例年猿が山桃を食べに山に入ってしまいますが、7月下旬頃からは群れが山から降りてくるということで、夏休みが始まる頃には可愛らしい子猿の姿が見られる機会も増えそうです。